サミュエル・サム・ドレベンは、ロシア帝国出身の軍人、傭兵。アメリカ陸軍に所属したほか、傭兵として、各地の革命、内戦などに従軍し、戦う、ユダヤ人の異名で知られた。アメリカ軍人としての最終階級は、千人総長。姓の綴りがドレベンとされている場合もあるがこれは、誤りである。1877年、ロシア帝国、ポルタバに生を受ける。 当時、ロシア帝国では、ユダヤ人の迫害が進められており、彼は二度ロシアからの脱走を試み、一度はドイツにまで到達している。1895年、18歳になったドレベンは、ロンドンに移住し、さらに1899年1月には、アメリカ合衆国ニューヨークに移住した。1899年6月27日、アメリカ陸軍に入隊し、 第14不評連隊に配属される。同連隊は彼の入隊後間もなくしてエミリオ・アギナルドの反乱を鎮圧するべくフィリピンへと派遣された。さらに中国大陸にてギワダ団の乱が発生し第14連隊はこれの鎮圧に参加するべくフィリピンから北京に送り込まれる。1902年には除隊するが何よりも戦闘任務を好んでいた彼は これが不服で、1904年に日露戦争が勃発すると日本側で参戦しようと試みるなどしていた。同年中に最小集を受けた後、フォートブリスにて機関銃の運用に関する教育を行った。1907年には再び除隊する。除隊後、彼はトレーシー・リチャードソン、エミール・ルース・ホルムデールと共に中央アメリカへ向かった。彼らは傭兵で、 共に元機関重所だった。ドレベンはパナマ運河地帯で警備員として働き、いくつかの事業を起こそうとするも失敗。やがて傭兵としてグアテマラの解放運動に参加したことをきっかけに、ホンジュラス、ニカラグア、メキシコなど各地の紛争に参加していくことになる。グアテマラでは背後から銃撃を受けて負傷しているが、これは彼が軍人、 傭兵として受けた唯一の負傷であった。メキシコ革命にはフランシスコ・マデロ側勢力の機関重視として参加する。1913年にマデロが処刑された後、ドイツ帝国の秘密工作員、フェリックス・ゾンマーフェルトに雇われたドレベンは、エルパソに派遣され、パンチオ・ビリャ側勢力に対する武器密輸に関与した。また、ゾンマーフェルトの秘密任務に関連したメキシコにおける、 サボタージュ作戦を遂行している。1916年、ニューメキシコ州コロンバス襲撃の際に民間人が殺害されたことに憤慨し、戦友と共にアメリカ側に寝返った。遠征部隊の偵察兵となったドレベンは司令官ジョン・パーシング将軍の友人となった。なお、この遠征は失敗し、1917年には遠征軍も撤退した。 1917年初頭、当時39歳だったドレベンは19歳のヘレン・スペンスと結婚し、間もなく娘を授かる。しかし、第一次世界大戦が勃発すると彼は再び陸軍に戻ることを望むようになり、アメリカの参戦を機に第36不評師団第141不評連隊にて再入隊した。フランス戦線に従軍している最中、 彼の娘が死去し、彼は戦地でそれを知らされた。第一次世界大戦中、彼は1918年10月のサンティティエンヌの戦いにおける戦考から主君十字章、フランス戦考十字章、フランス軍事勲章を受章している。当時アメリカ遠征軍総司令官だったパーシング将軍はドレベンについて最高の兵士であり、また、 私が知るうち最も勇敢な男であると述べている。戦後、彼の出生中に不倫をしていた妻と離婚して、エルパソに戻る。終戦とともに、彼の戦争教も落ち着き、やがて保健事業を立ち上げて、成功を収める。1921年、パーシング将軍により11月11日に、アーリントン国立墓地における、 無名戦士の葬儀における質疑担ぎに推薦される。また、対戦の英雄アルビン・ヨークも同じ役割に選ばれている。同年、ドレベンは他の何人かの男と共に警官殺しの脱獄シューフィル・アグリンを追っていたエルパソ警察に雇われた。エルパソ警察ではメキシコのシューダー・アフアレスにて入れ墨の除去治療を宣伝する偽の委員を設置し、そこに ドレベンダーを配置した。当初は、アグリンが治療に訪れた時に麻酔を打ち、眠っている間にエルパソまで護送する計画だったが、しかし麻酔の危機が悪かったため、アグリンは大声で助けを呼び、逆に、ドレベンダーが現地警察により逮捕されてしまった。なお、彼らは、米政府からの圧力もあり3日後に釈放されている。1923年、 ミード・アンドリューズと再婚し、カリフォルニアへ引っ越す。1925年3月15日、病院にて看護婦に誤った注射を打たれ、ドレベンは死去した。ニューヨーク・タイムズ紙や、エルパソ・タイムズ紙など、全国紙を含む多くの新聞が彼の追悼記事を載せた。著名なコラムニストであるデーモン・ラニアンム・ドレベンへのユーロジーを書いた。テキサス州議会では、 彼の追悼を行うべく議会開催を追日延期した。カリフォルニア州グレンデールのグランドビュー、メモリアルパーク墓地に埋葬された。ありがとうございます。